kill! おや?鹿之助の姿が見当たらないようだが。うふん。うふふふ。こそこそ。来たな。僕は雨子重要士。見習い。山中鹿之助。この砂が。あれ。なんだっけ。ビビるんじゃない鹿之助。おやつさんがいなくたって僕だけで族の一人や二人。なんだこれは。おとりを使った罠か。我が動き出す。その意味を知るがいい。そう。雨子の重勇士。キャツラを全員倒さねばこの地は落とせぬということか。君はコスナを感じたことがあるか。どうだ、砂に足を取られるだろう。え、そうでもない。手柄どころの話じゃねえ。俺は降りるぜ。元就様は元来誰よりも、いや、なんでもない。ハイジ、おい、鹿之助のやつはどうした。定番だ。今おやつさんが完了中です。みんな手伝ってのに無茶しやがって。お前も無敵。元就様のお心はもはや誰にも理解できぬ。みんな安心してください。お前らが本当の無敵を知るのはこれからだ。僕が必ず見つけ出しますから。俺は皆から愛されている、故に無敵。それにしても先ほどの少年は一体何だったのか。俺が脇役。引きずり込んでやるのさ。俺たちの砂の世界に。秋を日の本の中心に。それこそが我ら毛利の悲願。構えられよ。いざ我が家臣の仇。我が道先の敵兵など先に払っておけ。申し訳ございませぬ。くだらぬ。路傍の意志とは貴様のことよ。天下創生、まこと途方もない話だ。いつか一人前の武将に、下手に。気がしたんだけど、こんなところにいるはずないよ。彼の推理が当たることって
滅多にないんですよね。はあ、あれはザビー教の三で頭か。朝霞に昇る日輪、止められるはずはなか。あいざは発見。え、僕を総大将に。おやさん、なんでそんな怖い顔して。これはこってり絞られるぞ。おやさん、ほどほどにな。地平になろうと、たかりがんのご采配に従うまで。これほどの弱説に道を委ねるか、理解できない。見事だったよ。あんたたちは俺たちが。ただではやられん。かすり傷の一つも負わせてみせようぞ。何の成果も得られませんでした。ああ、僕負けちゃったんですね、あっという間に。重油脂も残りわずかだ。もう一押しですぞ。ああ、すいません、おやさん。一人で勝手に出撃しちゃったりして。アマゴは砂と共に育った。我らの自由はここにある。究極まで高まれ。俺のコスナよ。この勝負意外と早くケリがつくかもな。敵が大と名のある勝負、こうもはさりと。でも僕、早くみんなに認めてもらいたくて。おやさんに頼らなくても戦えるんだって。あのつぶらな瞳、やっぱ絶対いたよ。しか、俺たちも砂の無限郷へと消えていくのか。幾千もの夜と孤独がむせびなき砂の防壁は生まれた。今度こそ僕たちの出番ですね。よし、行きましょう、おやさん。
我が采配父孫孫に語り継げ。元就様のご采配なくして俺たち毛利の勝利はないぜ。愚行を恥じて死ね。おやさん、わかるんですね、この人が一番怪しいってこと。おやさんと一緒なら一人前以上に戦えるんだ。無敵なのに。怪しい、ものすごく怪しい。ハル様を誘拐したのはあなたですよね、毛利さん。そのような真似をせずとも、アマゴなどいつでも潰せるわ。我は忙しいと言っている。消えよ。お前はまだわかんない。焦る必要はない。わんぱくでもない。たくましく成長しろ。わかりました、おやさん。引くへ恥とするか。ならば虫けらのように死ね。情などでこの陰りし世を救えるか。とにかく憎めぬのだ。存亡昇乱、一人の裁きを言います。全体生かすよ、おやさん。ほろり、愚物にいる。おやさん、わかった。下手人の正体は。照らし尽くせ、アマテラスよ。この世にはびこる無知蒙昧、愚かなるいさかいの火を。我が道行きは順調そのもの。しかし過日見た夢がどうも気にかかる。厳島にて陰る日輪、地を埋め尽くすおびただしい数の我が毛利の兵たち。美しき厳島がまるで血の海であった。そしてそれが我が采配の結果だと我に語りかける謎の声。元就様、元就様、いかがなされましたか。元就様。何でもない。お顔の色が優れませぬ。お加減を悪くしたのでは。何でもないと言っている。我が采配に集中せよ。何やら真夏なる気配が。こっちだ、獲物の匂いだ。
石膏より報告、死神に警戒せよと。灰の虎の留守を狙ってイー軍が進撃。憎きたけだめ乙女の怒り思い知らせてやる。親方様がおられぬからこそこの雪村命に変えても守りきる。お尋ね者ですな。